1番人気、6番桜爆心王、5番人気、7番ツインターボ、3番人気は8番ツインターボ、9番エルコンドルパサー、2番人気です。7番人気、1番ツインターボ、6番人気は2番ツインターボ、3番キングヘイロー、4番人気です。4番ツインターボ、9番人気です。5番春うらら、8番人気です。1番人気は6番桜爆心王。曇り空の下、阪神レース場、芝1609人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です。秋華賞馬娘、8番ツインターボ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、グランプリ馬娘、エルコンドルパサー。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気、桜爆心王。気合十分、いい顔してますね。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは8番ツインターボ、2番ツインターボ、7番ツインターボ。期待通りの結果を出せるか。1番人気桜爆心王、先頭を行ったのは7番ツインターボ。続きました8番ツインターボ、8番ツインターボ、7番ツインターボ。2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。8番ツインターボ、快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は変わらず8番ツインターボ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝利に向かってバッチン。勝負は最後の直線に持ち越された。桜爆心王、まだ抑えたままだ。外で足を止めています。桜爆心王、前を狙っているとギリギリ詰める。桜爆心王、飛び込んできた桜爆心王。さあこれから坂、仁川の舞台はこれから坂がある。桜爆心王、完全に抜け出した。ここからだ、行ってもって。エルコンドルパサー食らいついていく。残り200。桜爆心王、足色は衰えない。桜爆心王、リードは3馬身、先頭は依然桜爆心王。お見事、桜爆心王、着差以上の強さを見せた。見事な勝利です。勝ったのは桜爆心王。2着エルコンドルパサー、3着に入ったのはキングヘイロー。